選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あいつが立候補。やばくね。人殺しだったよ。人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください。あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいなあ。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつら、お天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、
春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ一番。俺もだ。春日に投票するぞ。頑張れよ一番。応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり元極道という異例の春日候補は、早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか？え？いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな？なあ、何かご用でも。昨日来た人だ。私の番ですね。なめんな。ほら、行くぞ。私が相手です。おい、来た。いいな。
なあ、おい、ちょっと、よし、まだ久米は俺らに気づいてねえ。무슨 일이지? 뭐라고? 何とぞ、 よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 何とぞ、 よろ。 よ。 春日だ。 春日候補が 来てるぞ。 カメラ 回せ。 論戦だ。 昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要など。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした？星野会長の命が狙われています。はん、今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。的は星野会長、孫妃も清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにすべきかと。また来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ、久米はもういいのかよ。
らっしゃいませ。ありがとうございました。高部の頭、春日、撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父のとこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。来よったの春日。近江連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえらざけんじゃねえ。やる気だけを十分軽くひねってあげましょう。私の番です。やってみろ。逃げるな今のうち。せえよ、イチ。あんたが会長を。お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせてもしのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、おい一番、一番選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな、万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上
やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろ、そんなことは。沢しろ。白黒つけようぜ。くそ、なんか持ち出しやがって。なに、恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか向こうが手を抜いてたんだろ。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだい。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど、いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ああ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。私の番ですね。やんのか。俺の番だな。待ち構ってぜ。おい、来た。してみろ。かかってきなさい。とっておき。じゃあ、こん。おいおい、その程度かよ。なんとかしねえとな。やってやろう。やってやろう。まずいですね。やってやろう。なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだい。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。ああ、嫌だな。私が相手で。お？見てろよ。なめんなよ。
げるなら今のうちだぞ。よろしくないな。無力で死んどいな。行くぜ。痛い目に合わせますよ。よろしくないな。そうね、折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだね。みんな気をつけてくれよ。くなれました。カシラ、何やってんだよ。あんた、俺の知ってる沢城城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。
若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな。もういいだろ。忘れろよ。嫌だよ。戻らなきゃ。あ、おい、よせって。話して。くそ。うん、あっ、くそ。あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの。赤ん坊がいるって気づいたか。でもなんで。ほれ
でも、よかったんじゃねえか。え？いいんだよ。あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよ。な？これでよかったんだよ。おい、おい、大丈夫か？しっかりしてろ。どけ！じゃあ、おやつ様、あんたの赤ん坊？ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子？お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父はカムロ町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、うん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。
きたいこと何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷ってそこは俺の生まれだ。ああ今から言う話はあくまで俺の想像だがな、あの大晦日の夜茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてるとそう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。するとそういえばその日その場所で生まれたって男がいたな。まさかそれじゃまるで俺が。まさか親父がコインロッカーから若を連れて行った後俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。ああ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああそっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。
しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて、俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを？確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が親さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거믿을만한정보맞아？그렇군。혹시또뭐나오면연락해。どうした？星野会長が狙われているとそう教えてくれた匿名のタレコミですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何？なんで沢城が自分からバラしたんだ？つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え？彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから匿名で情報を流し、星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭